わしやがなマフィアガジタです。わしやがな中村ゆうちです。イエーイ、はい、来たね、ニュータイプ回。これが楽しみで生きてる。そうなんだそこまでだったとは思わなかったいやでも本当にね、ニュータイプを読むのが楽しみでね。でもついにもう2002年2003年に突入ですよ。もうこの時代になるとね、お互い表紙がガンダムシール一色ですよ。これそうなんだよね、いろいろさ、その買ってくる号とかをさ、いろいろチョイスはしてるんだけどさ、できればこの表紙もさ、ラインナップいろいろな見せたいからさ、探したんだけどね、もう逃げられない。もうガンダムシードからは逃げられない。この辺りはね、シードだらけだったね、本当に。2000年代はガンダムシードが作ったと言っても過言ではない、そう、なんか DVD ついてるわ、えそれもなんかついてるよ、CD ついてない、それ本当？特典ついてるよ。ちょっと見ていきましょうかね。これなんだ、あ、もうガンダムシードか、もうすでにガンダムシードだ。ピンナップ、ガンダムシードのピンナップだ。ショタアスランだわ。子供時代ってこと？ドリラックスとショタアスランだわ。子供時代なんですかね。これ話してん、ハロが話してんのか。これは？ハロとなんだっけ、最後のトリッピーだっけ。トリッ、よく覚えてましたね。これトリッピーでしたっけ？こいつ。トリッピーはなんかね、多分違うやつだ。なんでだこれ。トリー。確かトリーだった気が。あれ？アスランが落ちてきた。下敷き？下敷き？下敷きですね。使えばいいよ、あげるよそれ。今俺がアスランザラのめっちゃ綺麗じゃない、下敷き。ええ、保存状態かなりいいですね。ああ裏は綺麗ですモノクロやん。殴るぞって顔してます。お前殴るぞ、うん、お前今からぶん殴るからな。なんでそんな物騒なえ、そういうキャラじゃなかったし違うんじゃん、平和にしたいって言ってんじゃないの。え、なんか最初の頃の話数とかですげえ人殴ってた記憶あるんですけど。そうなんだ、俺の記憶違いかな。あー、これすげえデカポスターついてるわ。あー、ほんとだ、モビルスーツの方だね。ね、ミーティアか、かっけ。これはもうまだシード、シードディスティニー、どっちだ。マオちゃんって知ってる？マオちゃん、陸上防衛隊マオちゃん知ってる？あ、知ってる。はい、DVD ボックス1、結構豪華だよ、このボックス。本当だ、缶でさ、目覚まし時計ついてるの。アクリルじゃないんだ。うん、違う、この時代は紙なんだ。この時代はまだ等身大ポップの延長なんで、それをスタンドポップにしてんだ。そう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 、戦車ついてる、すげえ。陸上防衛軍だから、もうガルパン用意先にやっとった。やってた、真央ちゃんがやってた。真央ちゃんがやっとった。結構いろいろついてる。あ、そうか、赤松先生か。赤松先生だね、絵はね。ちゃんとアニメ見たことはないんだよな、うん、あららららら、もう懐かしいの、これは。ガンダムシード、あ、着てたな、キラキラ、こういうなんか編み編みの服着てたわ。ここ編み編みになってるの、これここで、これ真似してるやついた、いた、当時。そうなんだ、この編みを、なんかここら辺が網になってるやつ、うん、懐かしい。これの方についてるのはこれだね。これなんだ。シスタープリンセス。シスプリ？え、2000年ディピュアって書いてる。アニメ化かなんかしたの、このタイミングで。続編これ。あ、裏違うわ、裏プレゼントだねえ。すげえな、もう関東は全部シードだよ、もう。こっちもだよ。シードのページが何ページにもわたって続く。もうこっちもほら。お前を殺す。ねえ。それ違う、ウイニング。ああ。うわ、マジか。え、何ページぶち抜きでシードなのこれ。本当だね。うん、まだし、俺の方もそうだわ。うん。ほら、思い出したわ。この頃の係可愛かったんだよな。大竹の戦争。この頃って何？もう登場して間もない頃ですね。あ、そうなんだ。加害が、うん、まあ、お色気枠になってましたね、この回。そうなんだ、うん、下着姿でしたからね。でキラと兄弟であることが分かるまでちょっと危ない感じだったんですよ。兄弟なの、うん、え
いや俺見てないから。あ、そうか、そうそう、見てないんか。もう仕事してたから見てない。そうなんですよ、あとちょっとで、あとちょっとで自分の兄貴とやるとこだったの。あとちょっと、あとちょっとで、うん、そう。あ、若いな。あ、これいいんじゃない、川森さん。あ、川森さん変わってねえんだよな。変わんねえな、マジで。あれ変わんないな。変わんねえな、ここからもう20年近く経ってるわけですよね。今年川森さん見てもこの状態だと思うね。え、服も一緒かもしれない。この人年取らねえな。あ、ちょっとお色気ページになったよ。マホロマティック、うん、マホロマティック、懐かしい。だってこれ3サイズ書いてるもん。78、56、80、うん、マホロの鍵はおっぱいと入浴シーンにあり。いいですね、そのぐらいストレートな物言いをしたいものですよ。これ見てください、貴重なラックスのパンチラです。本当だ。パンチラっていうかさ、ピンクのお姫様は下着もピンク。うわぁ。忠実だよ、欲望に、フルメタルパニック。フルメタ、やっぱりフルメタなんだよな。未だ続いております。いやー、この時期はロボットアニメ豊富だったかも。お、あ、広角機動隊スタンドアローンコンプレックス、いいですね。本編でもないぐらいの躍動感だけど。ありますね、これ。でもバトーすごいね、躍動感。元子はあれですね、やっぱ全然エロい気持ちにならないですね。なんだろうね。びっくりするほど。なんでだろうね。なんでしょう、ね。割とセクシーショットなんだろうけど。かなりのセクシーショットだと思うんですけれども。擬態って分かってるからかな。多分命の危機を感じるんだと思います。姿を見るだけで。おっと。うん、あれ、実写版美少女戦士セーラームーンですよ。あ、ありましたね。あのドラマでやってたやつ、はい、ありました、ありました。あれだね、北川景子さんが、今の今まで忘れてたな、これ北川景子さんが出てるやつでしょ。見たことない、これ。なかなか見ました。レイちゃんで、ね、俺、いや見たことないな、思い出しても見落としたけど無理だわ。猫たちとかどう処理してたんでしょうね。猫ぬいぐるみじゃなかったかな。ぬいぐるみ、あ、それそれそれ。思ったよりがっつりぬいぐるみだ。がっつりぬいぐるみでやってた気がするな。え、こいつ何、こんなんいました、マスコットキャラで。それはぬいぐるみじゃないの。どっちどっちどっちもぬいぐるみでしょうか。いやいやいや、わかんねえよ。片方はルナで片方はぬいぐるみだよ。こっちも使い魔じゃねえの、これ。これ使い魔じゃねえの。それはぬいぐるみだと。これぬいぐるみか、うん、こっちはぬいぐるみじゃねえの。それはぬいぐるみだ。なんだよ、紛らわしい。ぬいぐるみが存在するのにぬいぐるみを持たないでくださいみたいな、よくわかんないことなんだよ。無人惑星サバイブあったな。これ始まるところだったんですね。江口久志やん。キャラは可愛かったんだよな、これ。へー、難しいわ、この時期だったわ。わう、いや、これわわじゃないよ、これ確か NHK です。あ、そうなんだ、うん、NHK 教育テレビ。スタンドアローンコンプレックスがスタートするんだって。マジで素晴らしい時代だな。ねえ、スタンドアローンコンプレックスリアルタイムで見てた人たちはどんな盛り上がりをしてたんだろうな。有料チャンネルだったもんね。そうなんですか。そう、スタンドアローンコンプレックス、俺 CM で見たけど、見たかったけど見れなかったの、それで。マジか、じゃあ意外と見れてた人が少なかったかな。結構限られてたんじゃない最初、うん、これ面白い、もう何重にも面白い、これ福島さんの記事なんですけれども。ガンダムおるやん。フレイが嫌われてもナタルがいると思ってましたって。あれ、フレイって嫌われてるんだって。いや、なかなかね、不憫なポジションを担わされたキャラだったんですよ。なんかあれか、二股みたいになってたんだっけ。そう、ちょっとね、悪女っぽい立ち回りでキラを惑わしてたんですけれども、まあ何が面白いって、このザクマシンガンの持ち方初めて見たっていう。桑島さん多分これまでの人生でザクマシンガン持ったことないと思うし、ね、でしょうね。この下構えでザクマシンガン持つの俺初めて。そうだよ、こうだから。これどこにロケ行ってんだろう。どうでしょうね。バストアップのガンダム見たところでしょ。バンダイミュージアムってどこだっけこれ、多分後から松戸に行ったやつでしょ、ガンダムミュージアム。うん、これ松戸かな。いい写真だな、これ CD ついてるわ。
何の CD？ ですね、ドットハックの黄昏の腕輪伝説と低俗霊デイドリームのドラマ CD が出てるんですけど、あのおっぱい丸出しなんで指で隠してました。もうびっくりするほどおっぱい出した。あ、この間も出たやつかそれ。うん、低俗霊デイドリームはね、もうおっぱい丸出しなんですよ。言ってたよね。これ黄昏の腕輪伝説俺好きだったんですよ。そっち。うん。ガオガイガー。マジですか？ガオガイガーのロボがついてる。ボックスに。ボックスに付属してるんですか？これ、そう。あこれついてんだって。すごいね。これね、多分今もうレアで手に入んないっすよ。ね、これ。俺の誕生日に発売だったの。買っとくべき。予約しべき。買っとくべきだったね。買っとくべきだったな。漫画載ってるわ。まあ。見てください、コン監督ですよ。アリッシの。本当だ。あかっけえな。あれ？ん？まあ俺っていうか、まあ業界の人しか分かんない。丸山さんがいるなっていうだけなんですけど。この時はマッドハウスかな。うん、マッドハウスの社長だね。あ、マジっすか。すっごい偉い人。すっごい偉い人。パッと映ってるところに。うん。ああ、本監督の作品は大好きだったな。うん、ゲートキーパーズ。お、俺が好きだったやつじゃないですか。ゲートキーパーズだよ。あ、違う、これ21だ。続編？続編の方なんですけれども、うん、確か続編はめちゃめちゃ内容が鬱になってるんじゃなかったっけな。なんかこのページを見るに鬱っぽいよ。もう神器臭いわ。神器臭いもん、なんかめちゃめちゃ神器臭いですね。どうなってんだこれ。わからないのよ。うん、全然わからないのよ。あ、お願いティーチャー。偶然ですね。お願いツインズですよ、こちら。本当だ。オネティ好きだったな。009。サイボーグ009はどの時期のやつだ。これは桜井さんがジョーをやってる時だ。12国旗ってこんな時にやってたんだ。12国旗大好きだった。12国旗こんな古いんだ。アニメオリキャラがいるんですよね。あ、そうなの。オリキャラの男と女がいて、女の子のキャラデザが好きだったんですよ。ちょっと意地悪ポジションだったんですけれども、可愛くてね。男の方は散々な目に遭ってました。原作に存在しないからってこんないじめる必要あるっていう。オリキャラなんかこうだってなるんだ。なんせ十二国旗の異世界ってものすごい条件厳しいんですよね。言葉通じねえから、うん、力持ってないと言葉通じない。ただの一般人として連れてかれるから、現地でもうホームレスになってて。ベストアニメなんか投票してって。僕らが選ぶベストアニメ。海斗君すればどこも。アイモードとジェイスカイとイージーウェブ。うん、どれ。うん、イージーウェブかな。イージーインターネットからテレビメディアマガジン、はい、イージーニュータイプからマニアキン。めんどくさい。こんなに経由するのめんどくさい。誰がするか。投票できる。めんどくさいわもう。あ、でもすげえリストは好きなんばっかっすね。うん、無限のリバイアスって SF ロマン？まあでも SF じゃない？少し不思議じゃない？少し不思議。スタヤ全店にニュータイプコーナーができたんだ。そうなんだ。本当だ。この辺スーパーロボットとリアルロボット区分してるあたり、うん、だいぶスパロボの影響も受けてます。スパロボの影響だよね、うん、これこの区分ね。うん、これこの時期ソニックアニメ化されてたんだ。まあ、ソニックやってたよ。ソニック X。 お、来た。弱りのね、就職率が 143% までいったわ。とんでもね、もう頭悪い数字ですね。これは200いくね。どういうことよ、143。200いくまで楽しみだよ、これ。どういう計算だ。あ、視聴率見なきゃ。視聴率見る義務感に駆られてる。あのやっぱりね、U局 の、うん、その深夜アニメが増えたから、ええ、めっちゃ低い数字。それはしょうがないですね。この辺の時期からはもうアニメはみんな、そうだね、うん、ね、例えばね、なんだこれ、青、愛より青し、はいはいはい、っていうのかな、これ 2.2 とか、うん、2.2、 うん、やっぱり曲がね、もうほんと少ないんだろうから。でもいつ頃からかアニメの世界では視聴率って気にしなくなりましたよ。なったね。どっちかっていうと売り上げの方が見られるという。
テニスの王子様 9.9。 だって視聴率なんてぶっちゃけた話なんかあんま信頼に足らない数字ですもんね。まあね、調査方法からしてデジタル化が進んだらそれこそ、うん、ね、当時言われてたさ、なんかその視聴率を上がる機会があるんだよって亮さんが言ってたけどさ、うん、もう別にそんなんしなくてもさ、うん、テレビから撮れるからね、そう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 、データね。今はもうやってないんですかねそれって。わからない、視聴率でも指針がなくなるからやらないわけにいかないんじゃない。どうせやるんだったらそういうくらいちゃんと調べてもう完全な視聴率でしょ、うん、なんかこう2000年代入ってくると、うん、記事作りにもだいぶ変化があるな。ね。クラッシュギア、クラッシュギアやる？クラッシュギアいいっすね。おもちゃ企画でクラッシュギアちょっとやろうと思ってましたからね。クラッシュギアあるわ。まだ手に入るかな、クラッシュギア。クラッシュギアってさ、カブトボーグとなんか違うの？違いますよ。なんか今写真画像的にはほぼ一緒なんだけど、まあ言ってみれば進化したカブト防具ですよね。カブト防具が先？カブト防具の方が先です。あ、そうなんだ。あ、違う、いやちょっと待って、違う。そうなの？え、カブト防具の方が新しいんじゃないの、ひょっとして。カブト防具の方が新しい？まさか、まさか。でも正直カブト防具のアニメを知ったのがだいぶ後の方だったから、いつ頃がリアルタイムだったのか思い出せないです。 そうだね、それはあるよな、うん。出ました、エル・レイ・メデューサさんの占いです。待って、出たよ。どう、2月、2代目の2月どう？そうですね、今回は残念だが暗い学園祭シーズンとなってしまいそう。元気はあるだけに余計なことを次から次へと始めてしまい、収集がつかなくなりパニック状態に陥るかも。なんかいいこと言われる月ってないの？とにかくおとなしくしてろってずっと言われるやん。愛情は真剣になればなるほど後でバカを見るって。ボロクソ言うやん。金運は他の運が悪いや悪いと思えば思えるほど妙な幸運を感じる。バイトでいっぱい稼げるかも。バイトか、バイトするか。バイト今さら高森一ができるバイトって何だ。バイトしようよ、もういっぱい稼ごうよ。ウーバーイーツですかね。ウーバーイーツする、うん、ナムさんのポルシェでウーバー赤字や。駐車料金で赤字や。健康は腰と腎臓に注意ですって。腎臓、うん、腎臓は気をつけなきゃな。うん、気をつけてくださいね。あ、俺は俺は逆にアルバイトが不運のポイントですって。おだからアルバイト絶対しないです。もともとしないだろ。愛情は自分の思いは届かず、逆に気もない異性から言い寄られる。ああ、なるほど。なんだろう、いいこともいいように書かない感じだ ね。なんかね、ちょっと思ったけど。なるたる、はい、なるたる。これアニメ化されてたよ。最後までやったの？やってないです。やってないよね。これはね、全然、まだ本筋に突入する前にアニメ終わってるんで。この先生のほら、何先生だっけ？紀藤先生。紀藤先生か、はい。紀藤先生の作品ってそればっかだね。なんかね。いや、僕らのはちゃんと最後までやりましたよ、ね。最後までやった？一応アニメオリジナルで。あ、オリジナルででしょ。だから原作を最後までやってないよね。原作は確かに言われてみると、うん、他あったっけ？俺前も話したけど、ナルタルは。うん、本当にひどいエンディングだなと思った。まあ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 。僕らのは俺は、うん、いいと思った。まあまあ、まあ、前も言ったじゃん。うん、なんか、うん、鬱になりませんでしたかって言われて、うん、いや俺は希望が見えたって言ったけど、ナルタルは本当にうーんと思った。最悪の独語感ですからね。うん、それはもうこいつは。こいつ。こいつが。これ何だよ、星丸でしたっけ名前。星丸だったかな。うんうん、ネタバレする？ネタバレ今更ナルタルのネタバレもないでしょ。いやでも結構なネタバレだよ、これから読もうとしてる人にとっては。ナルタルこれから読むっていう人いる？星丸、うん、実は、うん、この子のではみたいな、うんうんうん、あるからね、うん、ありますね。重要な話の核に加わってる。そう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 。安野さん笑ってる。めっちゃ笑ってはる。
あでもそうか、エヴァ終わってるからね。エヴァのプロジェクトリって書いてるから、何新しく始める。エヴァンゲリオン2の話なんですよ。ゲームか。ゲーム、これ俺めちゃめちゃやりましたよ。これ多分エヴァのゲームの中で一番、足りてないとこ保管できたゲーム。噛んでるのゲームの方、この2は。一応噛んでる。俺初めて見ましたけれどもね、ほら安野さんがゲームプレイしてますよ。遊んでるわ。この光景初めて見ました。これゲームに興味がないと言いながらも次第にプレイにも熱が入ってきたよ。そうなんだ。思わず簡単の声を漏らすことも。柴村さんすげえ。そうなんだ、うん、エヴァ2の理由聞いてみたら、自分ではあの作品の続編みたいなものは作れない。ああ、だから2があるとしたらそれはゲームを通して皆さんで作っていってほしいということなんです。新エヴァがこの後できるんですよね。心境の変化があったんですよ、きっと。なんかでも、うん、あのドキュメンタリーのやつで言ってたよね、うんうん、なんか作ることになった理由みたいなのね、ちょっと忘れちゃったけど。でもある意味新エヴァは続きっていうよりも、なんていうか、やり直しでしょ、うん、あ、なんだっけな、今の自分だったら改めてこう書くかなっていうのでやったって言ってたっけ、うん、なんかあのテレビと劇場やった後にさ、うん、なんか死ねとかいっぱい言われてさ、かわいそうですよ、もう二度とやりたくないって思ってたけど、うん、考え変わったみたいな感じで。もうその当時そういうこと言ってたやつら、みんな太ももが弾け飛べばいい。太ももが弾け飛ぶ、恐ろしいこと言う、うん、太ももの筋肉が弾け、内側から弾け飛べばいいんですよ。プラネテス、これ良かった。あ、らしいね。長さ見てないですね。でもこの時期長さんアニメほとんど見れなかったですよね、確か。あとこれ入らない、衛星だから。あ、どうか NHK、 この時はアパートとかだったから、うんうん、そりゃそうだ、入んないんだよ。安アパートだったから。安アパート暮らし、お青春にしか味わえない安アパート暮らし。なのでエル・レイ・メドゥーサのやつ見るわこれ。2月。あ、良い運勢って言われたわ。マジですか。うん、初めてだね、うん、危険な恋の香り、やや辛い時期かも。辛い。メイクポイント、言動が怪しいって書かれてる。言動が怪しい。あ、また出たよ、その低俗霊。低俗霊も出ました。ギリおっぱい出てない。本当だ。どういうシチュエーションだこれ。わかんない。ボクシングしておっぱい出そうになってるっていう。女ボクシングか。めっちゃ悪い顔した。これよく見ますよ ね、この顔の。僕が一番あいつをうまく殺せるんだ、うん、言って。あ、これか、玉鉄さん。あ、玉鉄、うん、玉鉄男前の人。玉鉄って略すの。あー、すごいよ、これ杉田さん出てたな、うん、低俗霊、低俗霊、低俗霊、うん、これが杉田さんだったかな。書いてないんだね、このメガネ。あ、合ってるわ、このメガネの人が。懐かしい。あ、ていうか映ってるわ、ここ。あそこに写真がある、うん、若っ。若いな。それは若いだろうね。あ、それ22、23でしょ。ですね。そっか、時間って経つもんだな。ヒュッケバイン乗ってた。バニシングトルーパー。出家、まだ出家する前です。出家バインする前の、うん、出家前ですよ。出家バインする前のヒュッケバイン乗ってた、うん、やべえ、今となっちゃうこれは全盲座だよ。そうなんだよね、デザイン変わったんだよね、ちょっと、うん、そんな言うほどって思いましたけど、うん、おやべ、セクシーグラビア。え、セクシーセンセーション。セクシーセンセーション、マジで。え、マジで、マジでこのタイプの着せ替え。これ着せ替えだよ、これ。嘘でしょ。これセイラさん黒いのに変えられるよ、このタイプの着せ替えを今。あ、違う、セイラさんはこれに変えられるのか、うん、だから未来さんがめっちゃセクシーなのに変えられるのか。本当だ。カイさんはこれじゃないの。これか。マジかよ。カイはこれ変えられる。カイさん体貧相すぎませんか。もうちょいなんとかしましょうよ。まさかね、うん、これレアでしょ。これカイさんデベソなんだ。知らなかった、そんな設定があったんだ。ここまで脱いでるカイさんを初めて見た。就職デビュー率 143.3%。 それね、それ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 、そ
それねって 143.3% 言われて信じちゃいますよね、うんうん、信じて、いや嘘じゃない、嘘じゃないんだよこれは書き方の問題で書いてあるの、書き方ですよね、うん、100% を超えているのは一人で2社以上合格した生徒さんがいるためです。そうそうそう、そういうことですよ。だから俺が、うん、俺一人で計測して3つに受かった 300% そうそうそう、そういうことですよ素晴らしいね、数字のトリックって素晴らしいですよね。ちなみに俺卒業の時に聞いたけど、うん、養成所じゃなくてもいいって言ってた。マジか。だから例えばこれで声優を諦めて、うん、どこかのじゃあスーパーに勤めることにしました、うんうん、OK 1% そういうことらしいから。そっか、うん、行き先があればいいんだって。なるほどな。どこにしろ就職してればセーフだ。そう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 、僕はもう読み終わったよ。時間も結構経っちゃったから。そうですね、なんかそのエヴァかっこいいね。あ、なんかあったね、そういうデザインのやつ一時期。これはね、エヴァ2に出てきたエヴァンゲリオンなんですよ。このエヴァの追加アーマー着ると強くなるんですよ、うん、でも なんだろう、でもわかんないよ、わかんないけど、うん、庵野さんがやりたいエヴァンゲリオンには出ないよね、うん、まあ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 、なんかやっぱこれはもうロボアニメの、これ山下さんデザインじゃないかな、うん、だと思うけど、うん、でもなんか新しい新エヴァとか見てると、うん、結構この方面も間違ってはなかったんだなって気しますよね。ロボ感がそうだね、人造人間だからさ、あくまで。そうそうそう、鎧着てるイメージなんでしょうね、うん、いやー、おっと、うん、月姫、はい、ね、やっぱり繰り返すのよ繰り返しますね、繰り返すの。俺もさっきこれ見てていろいろまだやってるよこのコンテンツみたいな、うん、まだやってるというかリブートしてるよみたいないっぱい載ってたよ。ようやく出ましたよ月姫リメイク、うん、当時の人たちにタイムトラベルして教えてあげたい。ユタザキの009だってね、やってるからね。本当ですよね、 CG のやつ、神山さんのやつさ。いやよかったな、この時代はロリキャラも元気が良くてよかったな。元気が良くて、今じゃできない表現をいっぱいしてますからね。早くもう時間だから終わるかはい、ということで皆さん、チャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。